4月25日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続伸しております。昨日の終値と比べて158円76銭高の19000飛び34円74銭で午前の取引を終えました。節目の19000円台を回復しております。これは取引時間中としましては4月の3日以来約3週間ぶりの取引時間中の19000円台乗せということになりました。トピックス東証株価指数も 13.6 ポイント高で1500ポイント、昨日回復した1500ポイントをさらに上に抜けてきたという状況ですし、 JPX 日経400も127ポイント高と大きく上げております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 79%、 1584銘柄を数えました。これに対して値下がり銘柄数は約 16% の332銘柄にとどまっております。規模別で見ましても大型株指数、中型株指数、小型株指数それぞれまんべんなく上昇しておりまして、全体的に底上げが進んだという状況であります。売買高は9億5900万株余り、10億株には届きませんでしたが9億5900万株、売買代金は節目の1兆円を超えて1兆飛び348億円となっておりました。そこそこ商いもこなしたという前場の動きでした。日経平均株価朝方は小幅安、3円安で始まりました。昨日の日経平均が155円安あるいは先週末も上げてたということでありまして、朝方は利益確定や戻り待ちの売り注文がやや優勢でした。ただこれが一巡した後は徐々に見直し買い、買い戻しなどが優勢となりまして、日経平均株価上げ幅を広げる展開となりました。時間の経過とともにじわじわ上げ幅を拡大いたしまして、大引け段階は全引け段階158円高ということで、一番高い水準ではありませんがほぼ高値引けと言っていい水準で取引終えております。フランス大統領選の第1回目の結果を受けまして、昨日のアメリカ東京市場は大きく上昇しました。これが海外に行きましても現地のヨーロッパあるいはアメリカ株などの大きな株価上昇要因となりまして、リスク先行のムードが一段と広がりました。為替相場は1ドルドル円109円台とそれほど大きな動きとはなっておりませんでしたが、これまで慎重ムードの中で抑え込まれていた景気敏感株あるいは金融株などに買い元が入りまして全体を押し上げる構図となりました。この結果日経平均158円高ということで大きく続伸しております。個別銘柄で見ましても金融株などが上昇目立ちました。アメリカで昨日金利上昇期待で金融株が見直されたと、リスク先行のムードが広がったということで金融株が買われた流れが波及いたしまして、東京市場でも銀行株例えば代表格であります三菱 UFJ フィナンシャルグループ全引け段階で 2.2% を超える上昇、節目の700円台を回復して全引けを迎えております。他に個別銘柄で上昇が目立ったのは白桃、7433エレクトロニクス商社の白桃は全引け段階で145円高 14% を超える急騰となっておりました。昨日の引け後に前期の業績情報修正と自己株の取得合わせて発表しまして好感買いが増えました。逆に下げた銘柄としましてはリクシルグループコード番号5938が下げました。 4% を超える下げとなっていました。昨日のこちらも引け後に前期の業績予想を情報修正しました。ただ事前の期待値はもっと上だったと、これから見るとちょっと失望という見方が広がりまして売り注文に押されたという展開でした。以上今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。